大谷翔平、ホームラン強奪されるも、31度目マルチ含む4出塁。大谷だけじゃない。チームを勝利に導いたチームメイトの活躍に注目。大谷翔平選手は7月31日、敵地ブレーブス戦に2番指名打者で出場。31度目のマルチ安打と申告敬遠を含む2四球で、計4出塁を記録し、チームに貢献し、この試合3打数2安打2四球。エンゼルスは強力なブレーブス打線を見事に抑え、4対1で勝利しました。前日から2連勝で、貯金は再び5となっています。大谷選手は第1打席、カウント 1-1 から内角にワンバウンドしたカーブが左足首付近に当たり、今季3個目のデッドボールで出塁。大谷選手は大きな声を上げましたが、痛がる素振りは見せず、笑みを浮かべながら1塁へ進みました。その後、第2打席は3戦連続となる今季13個目の申告敬遠で出塁。2対0として迎えた4回2アウト1塁の第3打席は、初球の外角高めのストレートを上から強く叩き、豪快なレフト前ヒットを放ちます。打球速度は約182キロを計測する強烈な当たりに守備は動けず、第4打席でも少ないチャンスを捉え、本日2本目のレフト前ヒットを放つと、9回の第5打席では7月下旬にメジャーデビューしたばかりの右腕ヘルナンデス投手の3球目の真ん中高め、約154キロのストレートを強振、高々と上がってセンターへ飛んでいきましたが、ハリス選手がフェンス際でジャンプキャッチ、取らなければ入っていたところですが、相手のナイスプレーで幻のホームランとなりました。大谷選手の今季打率は3割0分5厘、本塁打39、打点81、打数391となっています。試合は強力打線のブレーブス相手に、先発のシルセス投手が5回1失点の好投、本塁打数で大谷選手を追うウォルソン選手の1本以外は得点を許さず、中継ぎのソリアーノ投手、ループ投手もしっかりと役割を果たすと、最後はホワイトソックスから移籍のロペス投手が100マイルの速球を連発し、ブレーブス打線を力でねじ伏せました。打線は初回先頭のレンヒーフォ選手がソロホームランを放つと、4回にもトレードで加入後即スタメン出場を果たしたグリチェク選手がソロホームラン、6回にも直近低迷していたウォラック選手にソロホームランが飛び出し、3対1とブレーブスを圧倒。9回にもトレード加入のクロン選手が合流後初のヒットでダメ押しとなる得点を挙げ、4対1で大事な3連戦を白星でスタートさせました。新戦力が早速大活躍を果たした今試合について、ネビン監督も試合後、投手陣がみんないい仕事をした、大きなホームランも何本か出たし、クローンの9回のタイムリーも大きかった、2人とも大きな役割を果たしてくれた、今朝コロラドから飛行機移動してきて、グリチェクはホームラン、クローンは1塁の守備も良かったと称賛。特に投手陣の活躍が際立ったこの試合、先発予定だったキャニング投手が全身の痛みを訴え、シルセス投手が緊急登板となっていました。急な調整にもかかわらずしっかりと成果を上げたシルセス投手は試合後、参加できて本当に素晴らしかった、今後にも期待が高まる一戦だったと試合を振り返りました。ウォラック選手も試合後に、とてもいい気分、うまくいかない日が続いたけど、今日打つことができて肩の荷が下りたよ、あとはこの調子を継続させたいねと今後の意気込みを語りました。さらに、ブレーブスがリーグで最高のチームの一つであることは知っている、だけど僕たちはどのチームにも勝てると思っている、それが僕たちのいいところだと思う、もちろんどの勝利も特別なものだけどねとコメント。最後の1回3分の2を投げてブレーブスを抑えた新加入のロペス投手に関しては、信じられないほどだよ、彼がいい投手だということはもちろん知っていたけど、実際にキャッチングしてみて驚いた、彼が来てくれて嬉しいと称賛。ネビン監督も、驚異的なピッチングだったと驚きを隠せないようでした。ネット上では、本当に今日の勝利は2人のおかげ、そしてホワイトソックスから加入したロペスのおかげだ、メジャーはトレード後すぐ合流して試合だからすごいなといつも思うけど、その中で結果を出すのはさすが、2人ともエンゼルスのドラフト1位だったというのも大きかっただろう、重要な1塁手を固定できるのも大きい、
共に実績のある2人で、打者天国のロッキーズでは不思議と成績は下降気味だった。これはチーム状況によるモチベーションの問題だったと思う。士気が下がると本来の実力も出せない。だから今回の移籍で優勝争いの波の中となれば、モチベーションも上がり本来の実力を遺憾なく発揮してくれると思います。ハリスのスーパーキャッチは残念だったけど、大谷も2安打でチームも勝ったし、気持ちも明るいんじゃないかな。クロンとグリチックも早速打点がついて、チームの雰囲気もいい感じ。なんといっても今日は投手陣が踏ん張った。急遽先発のシルセス、ソリアーノ、ループ、新加入ロペスの素晴らしい投手リレーだった。と、新加入選手がエンゼルスにいい影響を与えているという意見が多く、期待が大きいようです。そんな中、ある選手の加入で大谷選手のフォアボールが減るのではないか、と話題になっているようです。また、大谷選手がまたしてもとんでもない記録を打ち立ててしまい、大きな注目を集めています。気になるその中身を見ていきましょう。エンゼルスがまた動いた。トレード締め切り間近に緊急補強、通算186&183発の大砲ダブル獲得で大谷翔平の支給攻めも減少するか。プレーオフ進出のためトレード締め切り間近にエンゼルスが動きました。すでに買い手となって補強を進めることをフロントは明言していましたが、7月30日にエンゼルスはコロラドロッキーズからランダル・グリチェク選手、CJ クロン選手を交換トレードで獲得したと発表。マイナーリーグの2投手がロッキーズに移籍します。今回のトレードで最も目を引くのは長打力で、グリチェク選手は2009年にドラフト1巡目全体24位でエンゼルス入りしている選手。その後カージナルスやブルージェイズでプレーし、22年にロッキーズに移籍しました。主にセンターレフトを守り、通算183本塁打をマークしています。クロン選手は勝負強さが持ち味で、2011年ドラフト1巡目全体17位でエンゼルス入り。その後21年からロッキーズでプレーしていました。通算186本の本塁打をマークしていて、両選手とも本塁打180本超えのベテラン。エンゼルスでキャリアをスタートさせた両選手の再加入はチームにとっての今後を左右する大きな出来事となるかもしれません。そんな現在のエンゼルスは離脱者が相次ぎ、29日のブルージェイズ戦では4番に入ったテイラー・ウォード選手が相手投手から顔面にデッドボールを受け、その後負傷者リスト入りが決まっています。これまでにもマイク・トラウト選手、アンソニー・レンドン選手、ジョー・アデル選手など主力に故障者が続出している中で、大谷選手も最近の試合では勝負を避けられ、支給攻めに苦戦中。2人で369発砲の獲得は支給増に悩む大谷選手を打線で孤立させない点でも朗報であることは間違いありません。目指すプレーオフ進出のためにギリギリのところで打てる手は打ってきたフロント、新加入の選手の活躍に期待が高まります。ネット上ではクロン選手はエンゼルスが MLB キャリアの出発点でもあるし、現地エンゼルスファンも嬉しいはず。大谷選手のエンゼルス入団の経緯もあるし、クロン選手の復帰には驚くけど、それ以上に期待の方が大きい。グリチェク選手は打率は低いが一発長打が得意で打点も多い印象があるし、大谷選手の支給攻めを救う救世主であってほしい。ここからさらに高みへと順位を上り詰めるべくアグレッシブに補強を続けるエンゼルスの球団方針が功を奏することを心から祈っています。敬遠が増えるのはそれだけ大谷選手が強すぎるという証拠。それよりも敬遠で出た大谷選手をコンスタントに返せるように組み立てるのが勝ちへの道筋だと思います。とファンはこのタイミングでのチームの補強に驚きながらも期待しているようです。そんな大谷選手ですが、直近の試合での連続敬遠が物議を醸しています。敵地ブーイングの2004敬遠、大谷翔平が過去10年で初。データ会社投稿に米嘆き、違法であるべき。7月30日のブルージェイズ戦に2番指名打者で出場した大谷選手、3回の第2打席でレフト前ヒットを放ち、4試合連続ヒットをマークした一方、4回9回と申告敬遠で勝負できないという事態に。2試合連続の1試合に敬遠となりましたが、
米データ分析会社コディファイベースボールは、2試合連続で複数回敬遠をされた選手は過去10年では初のケースになったと報道していて、ツイッターで、翔平大谷は2試合連続で複数回敬遠された2014年以降で初めてのメジャーの選手となったと投稿。さらに、 MLB 史上2つの連続する試合で今週末の翔平大谷の4よりも多くの敬遠を受けたのは以下の選手たちだけと綴り、ロジャー・マリス、アンドレ・ドーソン、チリ・デイビス、バリー・ボンズと4人の強打者を並べました。これらの投稿に米ファンも、敬遠は違法であるべき、始まりに過ぎない、エンゼルスがプレーオフに進んだら彼はスイングする機会を与えてもらえないだろう、申告敬遠のルールを禁止する必要があるなどと嘆いているようです。ブルージェイズ戦後に地元局バリースポーツウェストの取材に応じたハンター・レンフロー選手も、ブルージェイズは必要なことをしただけだと思うよ、だって大谷は信じられないほど強いからねと語り、翔平と勝負するか、もしくは彼を避けてモニアックに対して投げるか、試合に勝つためにやらなきゃいけないことをするだけなんだよ、相手の気持ちはもちろん理解できると、勝つためには仕方ないとも語っています。またこのブルージェイズとの連戦初戦には、大谷選手が初回に39号先制ソロホームランを放った際、相手のマット・チャップマン選手がジョシュ・シュナイダー監督へ、なぜ勝負したんだ、打てるのはあいつだけだろと、ベンチで苛立ちを爆発させたシーンが取り沙汰されました。強すぎるからこそ大谷選手が勝負を避けられる場面が続くという状況で、周囲がどこまで二刀流スターを援護できるか、ポストシーズン進出へ意気込むエンゼルスに大きな課題が突きつけられた形です。ネット上では、昔の高校時代の松井選手みたいですね、規格外の超人と対戦して負けるくらいなら避けてアウト取れる確率がより高い方を優先する、でも見てる側としたら拍子抜けもいいところだと感じます。敬遠でペナルティはさすがにないと思うけど、それだけ大谷選手が強すぎるんだよね、投げるだけじゃなく打ってもホームランの山、そりゃ相手したくなくなるわと、ファンは大谷選手が強すぎるゆえの宿命だと感じているようです。大谷選手は強いだけではなく、休まず試合に出ることでも有名、しかしあの元野球選手からは、野球の世界で同じように戦ってきたからこその言葉が届いているようです。休まない大谷翔平投手に心配の声、川崎宗則氏、休むような環境を作ってあげて。7月31日放送の TBS 昼帯では、疲労が心配されている大谷選手の話題が取り上げられました。大谷選手は27日のダブルヘッダーの1試合目で先発し、初完投、初完封を達成、2試合目で2本のホームランを放ちましたが、腰の痙攣のため途中交代、さらに28日にも39号ホームランを放ちますが、ふくらはぎの痙攣のため途中交代しています。しかも大谷選手はここまで106試合中104試合に出場していて、トラウト選手ら主力に故障者が続出していることもあり、余計に休みにくい状況。そんな中、元 MLB プレーヤーで野球解説者の川崎宗則氏は、大谷さんはやれるかと聞かれればやると答えるでしょう。でもね、ビン監督たちやトレーナーがうまく説得して休むような環境を作ってあげてほしいと持論を展開。さらに、今日の試合はよく動いていた、でも元気な時が怖い、大谷さんの休みをマネジメントするのがチームの課題、一瞬が一生につながるんですと、一瞬の怪我で勝利を逃す可能性があることを強調しました。そんな川崎宗則氏が2014年にした発言が MLB ファンの間でバズっていると話題になっているようです。ブルージェイズ時代の2014年、今回の大谷選手と同様に川崎氏が足の痙攣に見舞われて欠場していた際に、報道陣から回復のための方策を尋ねられ、猿って足をつらないでしょ、絶対につらない、なんでかって猿は毎日バナナを食べてるからだよ、僕は今日もバナナを3本食べましたと、猿を引き合いにバナナを食べることが有効であるとインタビューで語っていたのです。このインタビューでの発言が今回
図らずも大谷選手の両足痙攣に際して再注目され、 MLB の専門メディアトーキンベースボールも改めて SNS 上で、川崎氏のアドバイスが翔平に効くかもしれないというコメントを添えて投稿したところ、投稿後3時間で40万人以上が閲覧。現地ファンからは、よしバナナ3本行こう、カブスのレジェンドは言うことが違う、ああ彼がいなくて寂しいよといったコメントが寄せられるなど、大きな反響が巻き起こっているようです。ネット上では、大谷選手は怪我するから休養をという考えは嫌なんだと思います、心配ではありますが自己管理のすごい選手なので本人の判断でいいと思います、大谷選手が怪我しないことを祈りつつ応援します、効果は分かりませんがとりあえず大谷選手にバナナ食べてみてほしいです。ムネリンの言う通り、エンゼルス残留推しの人たちは、エンゼルスは二刀流が思うようにできて、他チームでは今の二刀流ができないという人が多くいるが、自由すぎて制限が大谷次第というのが一番怖い、大谷が頼りにできるようなチームメイトが今後は必要なんだよと、ファンは大谷選手の体を心配しているようです。ファンや野球界から敬愛と称賛を込めてアイアンマンとも呼ばれている大谷選手、その活躍をこれからも見続けるためには、大谷選手に休息を与えられる監督の決断力と、大谷選手抜きでも大丈夫だと思わせるような頼りになる仲間が必要なのかもしれません。これからも大谷選手の動向から目が離せませんね。